ホエールキャプチャは日本の競争馬。主なカチクラはビクトリアマイル。場名の由来はクジラ捕獲。これはバシュが調子で病院経営を行っていること、及び父、黒船の中からの連想で、ペリーの黒船来航の一員がホゲージの寄港地、確保であったことにちなむ。命名したのはバシュの友人。7月3日の函館の芝線2 0 0メートルの新馬船。 直線差すも2着に敗れる。続く7月17日未勝利戦は、直線差し切り2戦目での初勝利となった。さらに、中山のオープン特別の不要ステークスは一転しての、逃げ切り、後の三冠馬であるオルフェーブルを抑え2勝目を飾った。ファンタジーステークスは、最後型から、直線だけで5坊抜きも3着赤敗。阪神ジュベナイルフィリーズは2着赤敗となった。 初戦のクイーンカップでは6番手からレースを進めると直線で力強く抜け出し重傷初制覇した。そして大賀賞は直前でレイブディソールが骨折離脱したこともあり押し出される形で自身初の一番人気に押される。レースは後方待機から大外を回って最後の直線でいい足を使うも先に抜け出したマルセリーナを捉えきれずに着に赤敗した。続く 優秀品場ではスタートで後手を踏み後方で待機すると、直線で足を伸ばしエリンコートと逃げたピュアブリーゼとの争いとなったが、エリンコートの3着に赤敗した。夏を過ごした後の休養分け初戦に選んだ、ローズステイクスでは一番人気に応えて勝利した。週歌賞でも一番人気に押されたものの、枠の差が出てしまい先に抜け出した内枠のアベンチュラを捉えられず3着に敗れた。 続く、エリザベス女王杯では2番手追走から直線で、一旦は先頭に立ったが、スノーフェアリーラにかわされ4着となった。初戦の中山頻バステークスでは逃げるレディアルバローザを、マークする形で2番手追走も、直線で伸びをかき5着に敗れた。5月13日のビクトリアマイルでは、インコースをついて、差し足鋭く伸び、初の GI 勝利を飾った。6月24日、 宝塚記念に唯一の牝馬として参戦志向位外目を追走するも伸びを書きオルフェーブルの14着に敗れた。府中牝馬ステークスは直線伸びを書き11着。エリザベス上杯では特別登録した馬のレーティング1位で挑んだが10着に敗れる。この後船橋の地方交流競争区委員賞もいいところなく13着に敗れた。 初戦の阪神ヒンバステークスは6番人気ながら14着、大敗。自走ビクトリアマイルも前年の勝ち馬でありながら、金層の不振が嫌われ12番人気と大きく人気を落としていた。しかしレースでは直線でビルシーナに追いすがり、最後はビルシーナの粘りの前に、あと一歩及ばなかったものの、花さ2着と意地を見せた。続く札幌記念は14着。 不中品バステイクスでは、道中3番手から、残り200メートルのところで抜け出して優勝した。初戦の東京新聞杯では、オスメス混合戦での実績がなく8番人気の低評価だったが、優勝。ビクトリアマイルと同じ東京1600メートルが、得意なところを見せた。2015年も、現役を続行、ビクトリアマイルに向けて調整されていたが、左前足に不安を発症。 出走を見送り引退することになった。引退後は北海道日高郡の千代田牧場にて繁殖品馬となる。2015年5月17日、八代大スタリオンステーションでオルフェーブルを種付けしたことが分かった。ちなみにオルフェーブルは2010年不要ステークスで任した相手である。生まれた子はセレクトセールにてビッグレッドファームが1億7000万で落札した。 2021年2月24日現在、ありがとうございます。